疲れたので野菜に来ました。お疲れ様です。ほい、疲れとってあげました。すごい、急に始めるって言ったのに来てくれてありがとうございます。通知行ったかな。こんばんは、はるみじゃないよ、みはるだよ。えさこえさ完全も聞きました、ありがとうございます。オーディで聞いてくれたのかな。3億年ぶりぐらいの、こんばんは、こんばんは。アザラシ幼稚園してる。そうなんですよ、なんと本日も NGT48 のえさこえさレリオ、え、レリオ、えさこえさ収録してきて、なんと3週連続で出させていただくことになったので、来週は花絵スペシャルで来週も出演させていただきますので、初めて3週連続はぜひお聞きください。リアルタイムでも、あのオーディでもラジコでも聞いてみてくださいそのままレギュラー出演したいなはじめまして、はじめまして、ありがとうございます。そうなのでね、今日ラジオ収録終わった後に花江とミュウミュウと今日からアンドカフェさん、駅の近くのアンドカフェさんの NGT48 の一瞬の花火の発売記念のコラボカフェにもお邪魔させていただきまして、すごいたくさんファンの方が来てくださってて賑やかでした。フードもめっちゃ美味しかった、ドリンクも。ぜひ皆さん行ってみてください。カフェ妹と行って、ありがとう、行きたかった、行きたい。ぜひ30日までですよね。30日、間違ったことを言っちゃダメだから。30日ですよね。よいしょよいしょ、間違った。どこだ。30日、今日から30日までなので、ぜひぜひ行ってみてください。こんばんは。サンドイッチがすごい、フルーツもクリームも美味しかった。お腹いっぱいになった、ミュウミュウと半分こしたけど。こんばんは。あ、いいね、公演の後とかね、公園の前とかでもいいですね。カフェでバイトはしません。かき氷もめっちゃ美味しかった。上のクリームみたいなのがすごくて、なんか濃厚なかき氷でした。ふわって一瞬で溶けて美味しかった。ふわふわサンドイッチ、フルーツサンドが、もうパンもふわふわだし、クリームがめっちゃ美味しくて、フルーツも甘くてお腹いっぱいになった。ボリューミーなので、なんか一見フルーツサンドってさ、お腹いっぱいになるかなと思うと思うんだけど、しっかりお腹いっぱいになるので、男性の方でも満足いただけるんじゃないかなと思います。こんばんは。カフェの情報をちゃんと伝えたいから今調べてみますね。今日から9月30日までアンドカフェさんで
NGT48 の10枚目シングル一瞬の花火の発売記念のコラボカフェが開催されます。場所は新潟県新潟市中央区弁天1丁目 1-26 オセオ弁天2階です。営業時間は11時から12時ま間違えました11時から夜の20時までで、ラストオーダーは19時半までです。なのでお仕事終わりの方も行けるかもしれませんね。なので11時からラストオーダーは19時半なの19時半までの間に行ってみてください。店内のご利用は1時間の交代制となりますので、あらかじめご了承ください。だそうです。ないかな。だそうです。9月30日までなので行ってみてください。みんなガチャガチャとかもしてくれてて、アクスターとかキーホルダーとかみんな楽しそうにワクワクしてくれてました。コースター欲しくてたくさんの私恋のトリプルピーチ飲んだけど、めっちゃ美味しくてさ、桃の果肉も入ってて美味しかったです。ぜひ私のコースターも当ててみてください。みはちゃんたちが来たらお客さん、店内ファンの皆さんだらけだったのでわーってされました。でもそんな、みゆちゃんのお告げがあったらしくて、ファンの皆さんは知ってました。私はそっちにびっくりしました。え、そうなの？だからびっくりそんなしなかった方もいるかもしれません。来てくれてて嬉しいですね。こんばんは。本当にたくさんの方がいらっしゃって嬉しかったです。こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。みはるちゃんに恋しながらトリプルピーチ絶対飲んで。美味しかった。シュワシュワしてて。昔 SKE のカフェはメンバーが登場すると水入れてコースターとかを渡ししてきました。コースターは原宿で地引き済みです。すごい。あのコースター自分でも欲しいぐらい。フルーツサンド美味しそうすぎて帰りに買って帰ってしまった。本当に美味しかった。かき氷は一人で食べられると思うけど、シェアするのもいいんじゃないかなと思う。でもペロって食べれちゃうと思う。こんばんは。22日昼行くよ。いいね。コースターレニアだった。いいねいいね。美味しいので行ってみてください。カフェイベントポンコツの時も行った。ねえ、懐かしいですね。嬉しいですね、カフェイベントできるの。こんばんは。
ちゃんに手渡しされたい人生です。ちょうどねタイミングが合わなくてごめんね。視覚過敏で凍りそうだけどちょっと歯はキーンってなるかもしれないけど、今日はお疲れ様でした。ちょうどタイミングよくいらっしゃった方には会えちゃいましたね。遊びに来たよ、ありがとう、こんばんは。昨日はアットジャムに出演させていただいていて、見に来てくださった方や配信見てくれた方いらっしゃって、一人でもね行きやすいですよ。皆さん一人で来たりとか、あとは待ち合わせしてファンの方同士でいらっしゃってたりとか、皆さんそれぞれの楽しみ方でいらしてました。みはちゃんからのコースター手渡し嬉しかった、サプライズでしたね。本当にフードもドリンクも美味しくて、もう大満足でした。花火がねフルーツサンドの時にねついてくるんだけど、パチパチパチってインスタグラムにも載せたんだけど、パチパチパチってしてすごい綺麗だった。たま同士の行く場合ね、本当になんかなんだろう、私たちお互いになんか見れる状態というか、観察し合える状態みたいな感じに なっちゃってたんですけど、なんかコースター交換したり、その仲良しのファンの人同士でお話ししたり、こう新しい交流とかもこう生まれたりしてて、おおって初めて、なんていうの、なんて言うんでしたっけ、交換すること、交換してる姿見たりとかしてすごい楽しかったです。すごーい。横浜アリーナって広いんですか？広かったですね。遊びに来たよ、あれ、そうトレードしてて、おこれがトレードかーと思って嬉しかったです。皆さんなんかやっぱね公園とか来てらっしゃると顔見知りになるのかなと思って、すごい楽しそうで、私まで楽しい気分になりました。私も原宿にみえちゃんコースタートレしてもらいました。あーよかったよかった。明日も混みそうだな。でも遅い時間までねアンドカフェさんやってらっしゃるので、皆さんのご都合のいい時間帯で行ってみてくださいな。夜までねしてるカフェってなかなかないと思うので、憩いの場になりそうですよね。あとはお伝えしなきゃいけないことはなかったかな。ちゃんと伝えられたかな。みはちゃんかわいい、ありがとう。三つ編みしてたからなんか髪がボサってしちゃって、困っちゃうもんだ。ブーシティファン祭り来月ありますね。楽しそうだよね、いろんなことができるらしくて、なんだかワクワクしております。みんなもコラボカフェ行ってみてください。東京で開催した時、新潟でもやってっていう声ねたくさんいただいてたので、運営さんも新潟でもやろうっていろいろやってくださったと思うので、やっと新潟開催もできてハッピーなので、新潟も来てみてください。こんばんは。ねえ喜んでもらえて
てたら、今日お誕生日おめでとうございます。コラボカフェに行った時に、今日誕生日なのって言ってらっしゃる女の子がいらして、おめでとうってしてきたんですけど、今日はお誕生日の方が多いんですかね。新潟開催本当に嬉しいです。私も嬉しいです。おめでたいですね。素敵な一年にしてくださいなりますようにね。え、本当におめでたいですよね。だって1年に1回しかないですから。なんか久しぶりにかき氷食べれて嬉しかったな。先週誕生日だったので祝ってくれませんか。お誕生日おめでとうございました。先週昨日お母さんの誕生日、お母さんお誕生日おめでとうございますね。え、最近本当に暑いし、なんか寒いし暑いし雨も降るしで大変です。おめでとうみんな。今日暑かったから絶対かき氷美味しかった。美味しかった、バクバク食べちゃった。食べだしたら止まなくてさ、食べだしちゃった。喋り方かわいいね。あら、ありがとうございます。わかる、外暗くなるの早くなったよね。なんかすごい、なんか一日が早く終わる感じがして悲しい。最近すごい悲しい。え、もう暗いのみたいな。今の時間ももう暗いでしょ。どういうこと。体調管理気をつけてね。ありがとう。公園行くよ。明日も公園です。新潟明日からずっと雨。あら、そうなんだ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 そうなの。晴れの日も、晴れの日も欲しいな。おー、なんかすごいいっぱ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 いコメントが来て読めなかった、ごめんね。6時ぐらいに明るくなってきて、そう、暗くなってきた。この間までね、長かったのにさ、この間まで日長かったのに暗いよ。明日はみやちゃんに会いに行くね。ありがとうございます。こんばんは。東京は夜少し、新潟もね、日が暮れると涼しいなって思うようになりましたね。最近はね、ちょっと長袖でもいいなと思うぐらい涼しいなって時もあります。うん、こんばんはね。え、涼しくなってきたよね本当に。なんか秋、一気に秋になっちゃうよね。なんか暑い暑いって言ってるとさ、急に秋になるよね。9月に日傘ユーザー見る。確かに私もまだ日傘さしてますもん。みやちゃん体調崩してないかな。崩してないよ、大丈夫だよ。関西は暑かった。関西びっくりした、暑さ。26歳です、こんばんは。どんどん夜が長くなってきますね。そろそろ秋かなって感じね。え、本当にそう、夜が長くなったね。初見さんこんにちは、こんばんは。もしよかったらフォローしていってください。冬来たら寒いよ。26歳だよ。どっちの驚きなんだろう。どっち、若く見えてるなら嬉しいけどな。こんばんは。秋がどんどん短くなってるでしょ。本当になんか春夏冬って感じじゃない。春夏冬、あれ秋、秋どこ行ったって、ね、若く見える。やったー、
嬉しい、ありがとうございます。春夏秋冬、冬って感じか。今日そうだね、お月見、お月見の日ですね。十五夜か。春夏冬、こんばんは。なんかちょうどいい、に気温22度ぐらいがいいね。お月見だ、お月見ですね。こんばんは。ね、寒いか暑いかって感じ。ルームフォローしました、ありがとうございます。普段ってもっと涼しくなってるのか、今の時期って。なんか暑くてさ、感覚がわかんないよね、わかんないよね本当に。こんばんは。髪の毛ツヤツヤ綺麗だね、ありがとう。栗シーズン到来だけ嬉しい。ああ確かにわかる、本当に本当に。さつまいものドリンクのすすめ、まだねタリーズさんのドリンクしか飲めてないけど大好き。左目でウィンク、私ウィンクねできないんです、下手っぴで。今日の夜ご飯は、あ、コメント流れていっちゃった、あー読めなかった。東京は今週末、あーの読もうとするの全部なくなっちゃう、あれれれれ。まだ湿度わかる、なんかペタペタするよね、熱湿度みたいな感じで、熱湿度、本当に熱湿度です。今日は中秋の名月、そうだねお月様見ないとな。アイスクリームもうの紅はるか任せてください、まとめ買いしました。めっちゃ美味しいよね、めっちゃ美味しいよね。お芋系のアイスは見つけると買っちゃいます。こんばんは。東京は今週23度、あちょうどいい気温じゃない、ちょうどいい気温だ。こんばんは。虫が鳴いてますね、本当に秋の虫が鳴いてるよね本当に。この間までセミが鳴いてると思ったらすーぐ秋の虫鳴いてて、虫の音で秋なんだなって思ってるけど、暑いしね。初見です、初見さんこんにちは、こんばんは。かコオロギが鳴いてます、そっか鳴いてるのってコオロギな、あれコオロギなんだ、今鳴いてるのってコオロギか。あんまりも夏は暑いですよもちろん。アットジャムの一瞬の花火綺麗すぎて泣きました、ありがとうございます、嬉しい、心がこう動いてくれたのが嬉しいです。ずんだのスーパーカップが美味しかった、うわ食べよう、美味しそう、気になってはいたんですけど。そう青森県出身、青森県弘前市出身です。で今新潟で NGT48 というアイドルグループにいます。で奈良美春です、こんばんは。遅くなりましたが、アットジャムからおしゃべりかお疲れ様でした、ありがとうございます。
鼻がむずむずする。なんか何かがいるの。みはちゃんのハスキーボイスが、ハスキーボイス、ハスキー、ハスキーボイスだった。れいちゃんと何かがいるよ、二人でやってるんです。昨日八戸から見に行ったけど、ありがとう、遠くから嬉しい、ありがとうございます。本当にこんばんは。普段リンゴよく食べる。昨日も食べてた。冷蔵庫にもリンゴある。イカメンチ久しぶり食べたいな。食べて。そうね、よく言われるのはウィスパーボイスって言われる。わコメントまた流れていっちゃった。こんばんは。なんか読もうとしてると急になんかドゥ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 ってなるとうーってなっちゃう。私今日いっぱいアザラシ並べてみたんだけど映ってるのか。声かわいい、ありがとうございます。 NGT48 のエサコイサ聞いてね。みはるちゃんの声が好き。あら嬉しいわ。みはるちゃんの声聞いた後よく眠れる。あららら、ら催眠術かしら。アザラシかわいいでしょ。ここに並べてみた。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。アザラシ、かわいいでしょう。気が緩い感じで癒されますね。みはちゃんこんな感じで生きてきてしまいました。こんな感じでのんびり生きてきてしまいましたよ。こんばんは。このルーム本当に居心地、そう言ってくれてありがとう。そして見に来てくれてありがとうです。本当につまんないって思われたらどうしようとか思ってます。みやちゃんの人生観好きだな、ありがとう。みえちゃんの声聞くとよく眠れるって言ってもらえる。嬉しい。みんな今日もゆっくり寝れますように。昨日アットジャム終わって帰ってきたら気づいたら寝てて22時ぐらいにあっってなりました。気づいたら寝てたびっくり、びっくりよ。そういう時ありませんか。気づいたら寝てて、はあ、もうこんな時間、夜ってなってませんか。ななこさんのことななちゃんって呼んでる。みはちゃん好き。ななちゃんって呼びますね。往復するだけで大変で。こんばんは。毎日寝落ちしてます。あら疲れてるのね。日曜日に8割くらい寝てた。そういう日もあるよね。気づくとみはるの配信聞きながら寝落ちしてて配信終わった時ある。そういう時もあるよね。
何でもそういう時ってあるよね。なんか今は声の張り具合で言うと、6.5 割から7割ぐらいの声の張り具合で喋ってるんですけど、気を抜くとこんな感じで喋ってしまうから、何喋ってるか分かんなくなっちゃうから、こんな感じでちょっと声を張り気味に喋ってるんですけど、なんかそれは日常からで、なんか例えばカフェとかに行っても周りのガヤガヤ声とか初期の音で私の声かき消される時があって、だからみはるちゃん今日カフェでお誕生日をお祝いしてくれてありがとう、おめでとう。改めてそうだから、なんか誰かと喋る時はちょっとだけ声を張ってます。眠くなっちゃったりとか、ものすごい気を緩しすぎてるとこんな感じでもっと声ちっちゃくなっちゃうし、何喋ってるか分かんなくなっちゃうから、声を張って喋るようにしています。頑張って吹いてくれてありがとう、喜んで、あらよかったです。今度お二人で劇場も来てね。嘘、ノイキャンして外で聞いてるけど周りの音が勝ってる、そんなイヤホンなのに。今のままの声が好き、ありがとう。最近の私のついてない話を聞いてほしいんですけど、なんか最近本当にこの数日間本当についてなくてですね、振り返りますと、まず ここ数日の間ね、まず一つ目が電車乗り間違えて反対方向に行ってしまったこと、そしてその次の日が朝からテンション上がってちょっとだけ贅沢していくらのおにぎり食べたらいくらが飛んでってお洋服にいくらピチャってなってシミができて、ガチャからシミ落とし、シミ取りを借りて落とそうとしたら落ちたんだけど型が残っちゃって、いくらのでもガチャのおかげでシミが取れて、でその後カバン持ってたカバンの取っ手が突然取れてカバンとして持てなくなっちゃって、クラッチバッグみたいに持たなきゃいけなくて、いつそのカバンの中にカバンを入れてたの、ちっちゃいカバンを、だから持ち歩いてたわけじゃないのにちっちゃいカバンの方の取っ手が取れちゃって持ち歩けなくなっちゃって、ってなって、にしたらその日のその日にもう一個あって、タクシーにね乗ってたんだけどスーツケースを持ってたのね、でスーツケースをね下ろしてもらい忘れちゃって、スーツケースごとタクシーが行っちゃって、走ってタクシー追いかけたんだけど間に合わなくてスーツケースが行っちゃったっていうのもあって、でその次の日に
スムージーが飲みたくて、コンビニのスムージーあるじゃないですか。スムージーを買ってウィーンってやつでやってたら急にエラーになっちゃって、えってなってたら店員さんがすぐ来てくれて、なんかいろいろやってくださってたんだけど機械がダメで、あ、なんか最近ついてないってなりました。この数日本当についてないんです。あ、キャリーはまた戻ってきてもらって無事に受け取ったんですけど、こんな数日でいろいろありすぎて、え、なんか悪いことしたかなって思った。スムージーすっごい飲みたくて、昨日したら機械が壊れちゃって結局飲めずじまいで、そういう時もあるよなって思いました。だから本当にアットジャムとかステージから落ちないようにしなきゃとか、本当転んで怪我しないようにしなきゃとか思いながら数日過ごしてます。この数日すごいでしょ。そうだから怪我をしないようにしなきゃなと思って、悪いことの後は良いことあるさ。確かに。そう、カバンの取って、しかも買ったばかりのカバンで取れるはずがないのに取れたんですよ。こんばんは。そう、へこんだ。なんでーって言いながら、とりあえず生きててよかった、ありがとう。次は何起こるんだろうかって思って、怖いですね。そんなことばっかりです。へこみはるー、取っ手のおかげで助かってたこともあるかもよ。確かにね。ああ、カバンが代わりに受けてくれた。なるほどね。そうだといいな。今度はいいことばっかり起きると思います。ねえ。そういうものですよね。ちっちゃいハプニングが本当連日起こってたから、みんなに共有したくて配信しました。もっと面白おかしく喋れたらいいんですけど。はい、ガビョーンって感じです。なんかネジが、カバンの取っ手ネジみたいなので、なんていうんですか、こう止まってたんですよ。多分そのネジがなくなったのか、なんか探してもないので、どこで壊れたんって思いながらいますね。だから普通の顔してクラッチバッグですけど何かっていう顔をして持ち歩いてたんですけど、やっぱ取っ手がないと手が使えなくて大変でした。ガビョーンって感じでした。
スムージーはまたリベンジしたいと思います。初めてだった、ミキサーがゴーってなってる途中にエラーですってなっちゃってて、なんか店員さんは謝る必要ないじゃないですか、機械がさちょっと不具合になっちゃったんだから。なので店員さんに何回もすいませんって言われて、いやこっちもすいませんってなって払い戻ししてくださったんですけど、なんかちょっと気まずかったですね、なんかごめんなさいと思って。スムージーは今度リベンジします。この部屋はミハータイム流れてるように心地よき。そうか、負のスパイラルある、気をつけなきゃ、転ばないようにしなきゃ。なんかポケッとしてるからなのかな、なんかポケッとしてるからか。今日は一段とポケッとしてる気分です。眠くなる、おやすみ。そんなことないよ、カバンもスムージーもいくらもみはるちゃんに買って。いやでもね、思ったの、なんかちょっとだけ贅沢にいくら食べようとか思っちゃったから、お洋服を汚しちゃったのかなって。なんか例えばさ、なんかこぼしてもさシミにならないようなさ、なんだろう、混ぜご飯というかなんかあるじゃないですか、シミにならない系のおにぎりとかにしとけばよかったのに、なんでそこでちょっとだけ嬉しくなっちゃっていくらのおにぎり買っちゃったかなとかさ思った。いつも明太子おにぎりとか買うのにいくら食べたいなって思っちゃってさ、いやいくらにしちゃおうとか思っていくら買っちゃってさ、そしたら服に染みつけるしさ、しょぼんって感じです。でもガチャに助けられた、レイちゃんもねシミの綺麗に落ちる方法検索してくれて助かりました。いくらも飛んでいくことないのに、本当にいつ飛んだのって感じ絶対さシミってつけたくないじゃないですか、だから気をつけて食べてたんですよ、絶対落とさないぞって思いながら。なのに落としちゃってさ、シミつけちゃってさ、ガチャいつもシミ落とし持ってるんですよ。さすがだよね、何回か助けてもらって、いくらって飛ぶんだな勉強。え、本当に飛ぶよ、なんでかわかんないけど気づいたら飛んで、お洋服、しかもお洋服の上でポロンならいいけどピチャってなっちゃったの、だからシミになったの。でも明太子おにぎり食べてたとしても明太子落ちたらシミになってたかもしれないけど、飛ぶからみんなもおにぎりの具には気をつけてください。はい、確かに筋子にしとけばよかったよね、確かにね。みやちゃんの食べ物飛ぶの多くない？私の食べ方が悪いのかな、なんか飛んでいっちゃうんですよね、気づいたらこぼしちゃう、本当に。なんでだろうね。
丸いからかな。肘にご飯粒ついてたことありますか？肘はないですけど、よくお洋服にご飯粒ついてることはあります。なんでここにつけてるのって言われることがあって、私もわかんない、なんでそこについてるのか、なんで。こんばんは。You're so beautiful. Thank you. 危な。配信見てた。新幹線乗り遅れるとこだった。大変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 だね。間に合ったかな。そう、いくらおにぎりちょっとだけ贅沢して買おうと思っちゃったんだよ。まあ、みゆみゆは生クリーム鼻につけるそう。鼻についてた。気づいたら天才でした。さすがでした。あざと警察出動しておきました。可愛かったです。今日はカフェありがとう、楽しかったよ。ありがとうございました。皆さんお仕事合間とかに来てくださってる方もいらっしゃって、お仕事しなきゃって言って帰って行ってて、頑張れってみんなで応援してました。お疲れ様です。こんばんは。インスタ更新したから見てね。コラボカフェ今日行ったの更新したよ。みんな私の SNS 見てくれてますか？キャリーの乗せたタクシーは短時間で連絡ついたん？それもガチャが助けてくれたんだけど、私はやばいと思って本能的に走ってホニャララの巨人みたいにドデン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 って走って言ってたんだけど、ガチャは冷静にタクシー屋さんに電話かけてくれてて、戻ってきてくれて助かりました。助けてくれてありがとう。私は追いかけちゃった派です。冷静に電話かければいいのにって思うかもなんですけど、あ、やばい、私のキャリーがーってなって、まだすぐそこにいたんですよ。だから運転手さんと思っていっぱい手振って、いっぱい走ってみたんですけど、慣れない靴で足痛ってなりながら走ってたんだけど、全然間に合わなかった。そんな日もあるよね。見に行ったらめっちゃお腹空きました。なんか食べてください。そこでこけてなくてよかった。本当に本当にこけなくてよかった。こんばんは。なんかね、私足遅いのかな、すごい、いや遅いんだろうな、遅かったですきっと必死に走ってたけど、こんばんは。今日は美味しいの食べれたからいい日だった。うん、美味しかった、食べれて幸せでした。そもそも人間の足で車に追いつけない。車もなんていうの、まださ本気でアクセル踏んでなかったんですよ。徐行運転みたいな感じだったから、今なら追いつけるって思ったんだけど追いつけなかった。
こんばんは。あ、そうそう、発車した直後だった。レイちゃんのスケボー、確かにレイちゃんならいけたかな。アットジャムのステージでも走るの大変。そう、花道ちょっと走ってみたけど足遅かったと。と花江ちゃんとみゆみゆとカフェの写真いいね、いいでしょう。SNS 更新したから見てみてね。みはるちゃんにはワープがあるじゃないか。確かにワープがあった。ピヨッとあなたのハートにワープがありました。そうだね、私にはワープがあったか。あ、もう1時間になっちゃうんだ、あっという間だ。この間のオフラインおしゃべり会で当日券を使って私の例にご挨拶に来てくださった皆様ありがとうございました。オンラインおしゃべり会もオフラインおしゃべり会も、もしよかったら遊びに来てみてください。お待ちしております。そう、当日券で来てくださった方多かった。初めましての方もいらっしゃったし、何年ぶりに来ましたって方もいらっしゃったし、いつもね来てくださってる皆さんもいらっしゃったし、幸せでしたね。でも一部からの時は朝皆さんスタートダッシュが遅いのでちょっと寂しいので、一部からの時も一部からも来てくれたら嬉しいです。みはるちゃんともっとお話ししたいよ、待ってます。公演もそうですけど、おしゃべり会はゆっくりお話しできるのでてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。どうしたらみんな来ようって思ってくれるんだろうか。一人でも多くの方とおしゃべりしたいから、来てくれたら嬉しいなって思います。その11月の卒業前のオフラインは完売してしまったみたいなんですけど、その他はまだ発売しているので、それ以外も足を運んでくれたらとっても嬉しいです。お待ちしております。朝弱いんです、ごめんなさい。それは大変ですね。来場者にいくら配るしか。いいね、配ろうか。6部いきます、ありがとう。9年間のありがとう伝えたいけど、伝えたら泣きそうで、でも伝える、ありがとう。11月に初めて会えるのが最後。ちょっと会えるのが遅かったですね。でも会えるの嬉しいです。でも本当に9年間応援してて初めて会いに来ましたとかっていう方もいらっしゃったりして、なんかやっぱりイベントごとってどんな雰囲気なのかなとか、行っていいかなとか思っちゃう方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、すごい皆さんフレンドリーなので、9年間をしてくださってて初めて行けてないよっていう方も、初めましてでもお待ちしております。
そう、9年経っちゃったんですよ。9年経ってることにもびっくりしてしまう。そうなのよ。こんばんは。そうなんです。そうなんです。まだ先と思ってる1日1月になる。そう、だからぜひとも会いに来てほしいなって思います。よろしくお願いします。こんばんは。推しの子の卒業は何回やっても慣れないよね。いつも泣いてしまう。寂しがってくれてありがとう。たくさん思い出作ってね。一緒に思い出作りましょうね。9年前からみはるちゃん見てるから思い出が強いんよ。ありがとう皆さんも一緒に思い出作りましょうね。ということで、もうあっという間に1時間が経っちゃうそうなので、ランキングを読ませていただきたいと思います。よいしょ。13位、土鍋丼、違いますね、土鍋丼さん。12位ピオリンアットピオさん。11位、プッパックさん、プッブックさん、プックさん。10位ワンワンさん。9位ジズーさん。8位マリーハルさん。7位シロケンさん。6位ユカムアットピオさん。5位アイモモトアットピオさん。4位エビ様さん。3位シジュウカラさん。2位山ありさん。1位がマサさんです。よいしょ。配信見てくれてありがとうございました。 NGT48 の一瞬の花火発売記念コラボカフェが新潟駅の近くのアンドカフェさんで30日までやってますし、おしゃべり会のオフラインもオンラインもお待ちしております。明日は公演です。公演でもお待ちしております。みんな配信見てくれてありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。